はい、ということで、はい、今回はですね、早稲田大学足利蹴球部に潜入ということで、はい、しかも関東一部 A チームに練習参加させていただけるということで、はい、強豪ですね、これ、はい、大学サッカー怖いんですみんなうまい前回、桐蔭をそう、桐蔭もやりましたし、本当プロですよね、体つきも、はい、体力も判断とかも含めて、やっぱり遜色ない分なので、そうですね、まあ本当に肌で感じてやっていきたいと思います、はい、頑張っていきます。ちょっと今日、はい、一緒にやらせてもらえるということで、はい、交代練とそのユースの、まあ、融合ということなので、はい、まあ、結構ね、この大学あるあるですけど、さまざまなチームの、そうですね、所属チームの練習着を着ているということで、はい、こちらの多分2名は柏レイソルユース、はい、2人とも今何年ですか。3年です、はい、柏レイソルユースいましたね、はい、所属で、こっちには、はい、ほら、清水エスパルス、うわいますね、ガンバ大阪ユース、ほら、ガンバ大阪ユースからの次々と制限、はい、制限ね、はい、ここは交代ね、高校選抜全日本、なるほど、ほら、あとは多分フロンターレとか、はい、横浜 FC、 横浜 FC とか、もうなんか選抜だよね。そうですね。あ、全国特選。いや、青森山田の安西選手。安西選手。久しぶりー。お願いします。お願いします。大学2年生になった。今2年生です。そう。頑張ってますから、はい。大学はその高校のよりすぐりの選手たちが集まってる、はい、特に関東一部のチームといえばユースだったり、そうです、うん、高校の世代の主力級の選手たちが集ってそこで競い合ってるっていう、それは強いですね。それは強いよ俺が来たとってよっていう、Aチームね、練習明けということで今日はゲストが来てますんで、ご紹介と、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。さすが大輔です。こういうご縁で今日練習参加させてもらいます。で、関東一部はまあ2校目っていうことで、実力の部分だったり、まあ、みんながね大学サッカーっていうところで、まあ、トップを走ってる人たちなので、その練習の姿とかすごくどういう練習されてるとかすごくみんなが気になるところだと思うので、普段通りの練習をこうしてくれればと思いますけど、まあ、僕からもたくさんみんなにもね伝えられることもたくさんあると思うし、みんなの練習の姿で僕も刺激をもらいたいので、短い時間ですけどよろしくお願いします。アジック駒沢で、はい、じゃあ駒沢、いるんですか。駒沢っていう名前なの。駒沢です。いつも YouTuber 見せてもらってます。今日は早稲田のいろんなところを感じてくれたら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ練習スタートするんだけど、まあ週末、拓殖とのね試合、であった課題、まあ今幹部それから分析含めてね、もう一回整理をしなきゃいけない部分はあるんだけども、まあ当然もう週末に、トヨタのゲームここであるんだよ。まあしっかりそこに向かって、どこにどういうふうに向かっていくかっていうところを、まあ本当に4年生中心に、もう一回しっかり考えてほしいなっていうところと、まあ拓殖の終わった後の翌日にあった東京国際とのトレーニングマッチには、まあ、かなり大きな俺はヒントがあったんじゃないかなと思う。良くなかった部分もそうだし、それを改善しようとしたその一つの形みたいなのは今週やるべき一つのテーマになってくるんじゃないかなと思うので、まあ、今日のトレーニングに関しては各人がそこをしっかり自分なりに掴んで捉えていい時間にしていくようにしましょう。何かある人どうぞ。まあちょっとみんなに話しておきたいことがあって、土曜日、まあ、怪我をしたんだけど、まあ早くて、インカレに間に合うかどうかっていうぐらいなんですけど、まあキャプテンっていう立場でありながら、まあこうシーズン早々と離脱をしてしまうっていうところはすごい、まあ、悔しいしもどかしいし、まあみんなと一緒にピッチの上に立って、タイトルを取りたいっていう思いが強くあった分、まあ、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけど、まあもう怪我してしまった事実っていうのは返ってこないので、まあそこをどう自分の中で受け止めて、まあ、前に進んでいくかっていうところしか自分には今することができないです。まあ、ただみんなはピッチの上で表現できるし、今週末もリーグがやってくるし、シーズンは進んでいく。まあ、今週末1試合でも勝てれば絶対何か変わると思う、このチームは。そういうきっかけになるすごい大事な試合だと思うんで、
まあ、俺はピッチの外から、まあ、できることは何でもするし、まあ、その分みんなはピッチの中で自分ができる 100%、120% を常に出し続けてほしい。その結果で負けたんなら仕方ないって思えるけど、まあ、そういうことをせずに、まあ、課題にも向き合わずに、まあ、ただ負けてるようでは絶対タイトルは取れないと思うんで、まあ、みんなにお願いっていう形にはなってしまうけど、まあ、本当に自分自身毎日の練習で全てを出し切るっていうところは本当に約束してほしい。まあ、ピッチに立てない選手が、まあ、自分も含めて怪我人とかいるけど、まあ、ピッチに立てるからこそできることが本当にあると思うんで、まあ、みんなには期待をしているし、みんなのことを信じてるから、まあ、本当に、まあ、自分はインカレ出れるようにリハビリ頑張るんで、みんなも本当に今週末のリーグまず勝てるように、頑張りましょう。はい、じゃあ元気出していきましょう。頑張ってください。いきます。OK、サイドステップで出ますぞ。光がけー。股関節、力外。帰り外から打ちね。決定ついたまま距離回線両方向ね。OK、手ついた状態でこの間こうスピードつけてやったけど、これをしっかりゆっくりグッと押す、床を押しながら切り替えて早く、切り替えて早く、この切り替えを早くして連続でやんなくていいから、しっかりと足伸ばすとき縮める、逆足をっていうのを連続で、あとケツを上げないことね。そう、姿勢肩からくるぶしまでまっすぐ、そう姿勢を意識して10回いこう。動きね、動きの切り替えの速さ、床を蹴る、目を横に大きく開いて、前もやってるけど壁の体の前に壁があると思ってそのまんま下がれるところまで下がる、内転筋のストレッチも兼ねてるから、で上がる、下がれるところまで、体だから前に倒れないんで、壁前の目の前に壁があると思ってる、下がれるところまで下がれるところまで。OK、今度足クロスして、逆に足クロスしてそのまんま下がれるところに、片足バランス取りながらそのまんま体倒す、肩からくるぶしまでが一直線で、上がるときにグッとスピードつけて、ね、ゆっくり姿勢コントロールしながら、そう下がって起き上がるときにグッとスピードつけて、軸足のケツに力入るように姿勢まっすぐ、遠くに遠くに斜め斜め、何回やってるよ、ありも左90度、3回、右、3回、右足から、前から横の動きの変換ね、しっかり直角に、鋭角にね、そう、動きの変化、動きの変化、後ろも大きく、後ろも大きく、OK、戻って、あと動き。はい、頑張ってよ、ラストラスト、よっしゃー、いけー、最後よし、アップアップ、もうちょいい感じ、そうですか、いい感じに上がってきた、ここから練習です、ここからナイスボー、
ドリブルでいけるか。ホールスキー高いね、はい、やっぱりこの白のグリッドの中で5対3ね、2タッチ以下で守備者を奪ったら向こう側の2人にパス、もしくは2回外に蹴り出しで交代、そしたらこっからボール始めに出すから移動は基本ダッシュね、試合中の切り替えと一緒だよ、トランジションで奪った時の切り替えも全部試合につながってるからね、一回それでやってみるよ、15本で1点、ずっと続けてでいいよ、ボール回るうちは、いくよ、やってみるよ、一回よし、ゴーいいよ、アンツね、いや、マシいよ、1、数えていいよ、4、5、6、1回ね、はい、こっから行くよ、グッド、オグラ1、2、3、シー5、6、7、8、君どこで行く、3人で守れる、はい、ナイスリーバー、OK、そっちの OK、次ね、ちょっと見てもらって、出たことにしよう、出た、こっち、出たこっち、はい、緑3人、守備 OK、もう一回ね、はい、もう一回いいですね、一つ一つやっぱ質が高いですね、やばい、ボール取れない、やっぱあそこの前の中に当てて、はい、ターンできたり、はい、そういう選手がたくさんいるから、はい、取りどこがなくなるっていう、そうです、やっぱうまい、質高い、あー、ラスト行こう、ラスト行こう、いつもいつも40超えてからいつも、こっからこっから、こっからだから、俺こっからだ、ラスター元気、ラスター元気、動画見てるんですよ、ラスターフリーマンだって、シュベー、始まる、攻撃を撃つよ、撃つよ、やばい、あんた、あんた、おい、切り替えろ、3、いやね、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66
ケーライテこれは2人で、まあ、数的不利の守備でしょ、はい、まずは。で、まあ、やっぱどっかでずるずる下がってるのもしょうがないから、やっぱこうどっかで2枚で取り切るっていう、はい、で、切り替えてキーパーに渡ったら3枚攻めて、はい、それも 3-3 になるから数的優位を作ったり、はい、で1対1仕掛けたりって、はい、ゴールキーパーが取り続けるたび、あの、たびに人がどんどん増えてくるって、はい、まあ、結構フィジカル的な要素もありながら数的優位だったり、うん、守備の原則だったり、いろんな要素が入ってる感じ。どうだい、誰か強いのか、決めるよ、誰また、ゴール前、わーい、どうでした、いろんな要素がやっぱそうですね、やっぱり、チャレンジャーのところはでこの複数での守りっていうのが、はい、数的不利だけど立ち位置と人の動かし方と、うん、あと連動した守備ととか、うん、いろんな複合的にこうその時その時で判断しないと穴が開いちゃうから、そうですね、すごい、すごいいい練習、うん、ちなみに今日もともとは軽めのメニューだったらしいですけど、那須さん来るからって言ってやっぱりちょっと濃くなってるらしいです、やっぱいや、そうだかなと思って、多分もう終わってるはず、本来だった、はい、まだ終わんないですよゲーム。もう一回開いた。
くか。あ、無理。はい、勝たぞ。いや、楽しかったね。だいぶ激しかったですね、ラストまで。真ん中で作れるからね、オッケーね、はい、ボランチのところで作れるから、うん、ボールも動くし、あと切り替えを早くね、うん、失点してからが自分が弱いんで、うんうん、まあ、そういう時の、うん、後ろからの攻撃っていうか、うん、人それぞれ、うん、かけ方みたいなのがあると思うんですけど、あれあれ、こいつにはこういう攻撃のかけ方みたいな、うん、これ一つの手段ね、はい、裏とかの時は失点した時は一回集まろうって、うん、あの辺、牧野とか森脇とか一、はい、回集まってここからだっていうのをなんかこう、はい、そういうのなんか決めてたの、はい、声かけても落ちてるやつは落ちてるじゃん、はい、だからそれを試合中だとやっぱりどうしてもその引っ張られすぎちゃって持ち返すのがなかなか難しいから、試合前とかにちょっとこう声掛けしてあげるとか、はい、でその声掛けがすごく大事、で俺がまあ裏の時に例えば牧野とかに話しかけて、なんで俺を話しかけに行ったかって言ったら、俺カバーリング来てほしいのよ、で失点した時に鼓舞してほしいのよ、だから ああいう選手に俺はお前のことを絶対に命を張ってかけてでもカバーするし守るから、だから俺も守ってほしいっていう言葉掛けだったり、なんかそういうコミュニケーション、なんか細部の部分を普段のコミュニケーションからこういうとこはこう来てねっていうさ、もちろんさカバーリング来てねっていうことそうだし、いきなり多分失点を一人でこう変えようっていうのは難しい、やっぱりだから、だから日々の練習でこの失点食らった時にうわーっていうとこだったり、練習をこのちょっと止まった時に声かけだったり、何気ないそういうこうコミュニケーションっていうのがすごい重要、そこから作っていかないと、はい、いきなり試合でいくら声出して切り替えよう切り替えようってしても、はい、どうしてもついてこないから、集団の一つとしては自分たちで失点した時俺らやっぱ落ちがちだから、ちょっと一回集まろうみたいな、こっからだみたいなのも一つのやり方だし、そういうのは決めてもいいかもしれない、はい、ありがとうございます。じゃあ那須さんから、はい、一言二言お願いします。はい、ありがとうございました。監督から多分主体性ってことを今みんな言われてると思うので、自分で判断して決断するって、で今、まあ、チームをなかなかこう勝ててないっていうことで、勝ててないチームを勝たそうとすることってすごい大事、難しい、で俺も いっぱいそういう局面あったけど、でみんなにはちょっと分かってほしいんだけど、こういう負けたチーム状態のチームっていかにこうやってさ頑張れっていけって言っても全然変わらないのよ、やっぱり本当に人の心に火をつける主体性の中でこのメッセージを伝えてあげるっていうことをしないと人って動かないし変わらないの、やっぱり意識が。だからみんなには本当ね、この伝えるってこともそうなんだけど、ただ単に伝えるわけじゃなくて本当にどうしたいかっていうのを訴えかけるとか伝えるっていう、その主体性って中をもっと質をこだわっていく、そうしないとチームって本当にいい方向に変わんない。自分のことだけやってるのでももちろんそれはスキルを伸ばす上では大切なんだけど、チームを変えるって誰かが火をどっかで変えないって別に声出すことだけじゃないんだよ。パスでこれ引き出すこともメッセージだ。それを強く強調して言うっていう。それでチームの質が変わる。で、声でチームのそのアクションのスイッチが入るから。で、その1対1の仕掛けで取られて取り返して、その姿を見てチームのスイッチが入るから。そういう繰り返しだから、質が高いのはすごく理解してる。だけどその質をどうやってチームで形作るかってすごい難しい。だから一人一人が自分の持っている最大限をこの少ない短い時間で表現しますと、チームが本当に変わっていかない。どんなに上手い選手が集まっても変わらない。自分の持っているものをもっとこうぶつけて練習でやれば変わるきっかけがある。その姿を見て誰かがこう感化して火をつけられて俺も頑張んないとって、それがチームだから。だからそういう主体性の中でのそれぞれの質っていうのをなんかもっとこだわってやってもらえば本当みんながもっと伸びると思うので、これからも応援させてもらいたいと思います。本当に福島君ありがとうございます。今一緒にやって上逃げして感じたことすべてだと思うので、それは今たった、ワンセッションというかね、一つのトレーニング参加しただけで今のまさにチームの課題を、感じてもらって、それをこれだけ伝えてもらってピッチでそれを声としてプレーとして表現してくれて、
本当にみんな感じるものがあると思うし、このいただいたチャンスというか、ね、きっかけをしっかり生かしてほしいなと思います。現状は勝てない中でなかなかチームが遅くて上積みされてないような監督も持つかもしれないけど、チャレンジに立っていけるように今週の予選に向かって勝ちたいと思います。これからインターハイが始まります。その応援企画としてスパイク10名ポカリスエットとスクイーズボトルのセットが当たる、あと那須大輔 YouTube チャンネルで那須大輔が体験入部を1個させていただくということで、そちらの企画に参加させていただきますので、詳しくは概要欄の方から見ていただければと思います。みんな頑張ってね。たくさんの応募待ってます。